はい、こんにちは、八木下です。こちらの EOS90D ですね。で、もろもろ色の調整をして、女の子のスキントーンを綺麗にというか、まあ僕好みっていう部分はあるんですけど、どういうふうに見てどういうふうに調整しているかっていう方法をちょっと今回ご紹介したいなと思います。普段EOS80D、まあ、これから 90D なんですけどを使っている仕事っていうのはもう本当一つの仕事しか、まあ、逆に言うとその仕事専用に EOS を買ってるっていう感じなんですね、今ね。実はで、その仕事のトーンに合うように色を調整していこうと、まあ、この辺りの作品がそうなんですけど、まあ、こういうのは随時インスタとかツイッターとかで公開しておりますので、よろしければ下の概要欄から URL をご覧になっていただいてフォローお願いします。で、今回はですね、長谷川由紀さんにモデルをお願いしてテストをやっていきました。URL 下の方に、書いておきますので、そちらもご覧になってみてください。で、まずこのデフォルトの状態ですね、ピクチャースタイルをスタンダードを選びました。で、それ以外はノーマルの状態がこちらになります。そこから高輝度側の階調優先、今回 90D になってから2段階になったんですね。 80D までは1段階しか、これのオンオフしかなかったと思うんですけど、これの D プラスっていう弱い方をかけた状態がこちらです。で、それをさらに強くかけるとこちらですね、 D プラス2っていうもの。まあ、これで見るとまあ、ギリギリありかなっていう感じではあるんですけど、ちょっと場合によってはなんか iPhone アプリでフィルターをかけたような印象にもなりかねないなと思って、とりあえずデフォルト、まあ、プラス1の方 D プラスの、まあ、弱い方ですねだけでちょっとしばらく試してみようかなと思って、そちらを選びました。階調優先をしたもの、してないもので見ると、このハイライトですね、肌のハイライトのテカリがすごい抑えられてマットな感じになって、で、ハイライトが飛ばないことによってちょっと絞りを開けられるんですね。そうすると肌も飛ばないんだけど、明るく白く見せることができるっていう、ちょっとギリギリまで狙うことができるということで、高輝度側の階調優先っていうのを僕は常に使っております。続きまして、ピクチャースタイルですねのスタンダードの中でまたさらに色をいろいろ調整できるんですけど、その中でコントラストを少し弱くしてみました。さらに弱くすると、これもちょっとやりすぎかなという感じがしたんで、コントラストマイナス1のところで運用していこうかなと思います。続いてですね、メニューのシュート3のところのホワイトバランス補正ブラケット設定っていうのがあるんですけど、これなんかね、シアンとイエローの立場はみたいな感じなんですけど、ブルーの反対側がこれ赤じゃなくて A っていうのはアンバーなんですかね。で、まあグリーンとマゼンタが補色になってるのはいいんですけど、ちょっと6色じゃないのが違和感ありますが、で、これをブルーの方にこうずらしていくことでちょっと試していったんですけど、これブルーの方に1つだけずらしたのがこの状態ですね。これでもまだちょっともう1ついけるかなと思ってブルー2の方にしました。という感じでデフォルトの設定はこれぐらいでちょっといじっていこうかなという感じです。ちょっと見ていただくとだんだんこう変わっていった状態ですね。それと全く補正していない状態から最終的にこの形になったという感じで、まあ比べなければわからないかもしれないですけどね、やっぱちょっとベストを尽くしたいということで、まあこういう感じでやってって、まああとは高輝度側の階調優先をもう一個強くするかって言ったところでしょうか。はい。で、この仕事の模様などですね、ストロボのセッティングから撮影まで一通り軽く載せた動画がありますので、下の URL こちらも貼っておきますので、
よろしければご覧ください。はい、今日は以上です。どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。